バックド窟に描かれたスラビー・スラビー、またはカーマデーヌーはインド神話の聖なるメウシ神。父海各藩で生まれた。夫は聖戦、カシヤパ、息子はシワ神の乗り物である白牛ナンディン。1673年に描かれた父海各藩、スラビーは白いメウシの姿、もしくは角の生えた女神の頭部を持った有力のメウシの姿で表される。 生きとし生けるものすべての養育者であり、望みのものを溢れ出る牛乳のように授けると言われる。マハーバーラタでは、以下のような物語が伝えられている。スラビーとカシュヤパに、ローヒニーとガンダルビーという娘もいた。ローヒニーは牛たちの母となり、ガンダルビーは馬たちの母となったという。さらに、ローヒニーの二人の娘、ビマラーとアナラーは家畜たちの母となったという。 ある日スラビーが自分の子供である家畜たちが日々苦しい農作業に従事していることを嘆いた。彼女から事情を聞いたインドラが地上に雨を降らせると農家が仕事を休んだため。ダめ世界中の家畜が休息を取ることができたという。鳥の王、ナーディージャンガがバラモンのガウタマに殺され、その遺体が火葬された時にはスラビーはブラフマーの命令を受け、天界の牛乳を出して、 ナービージャンガを復活させている。ありがとうございます。